七クマ。なかなかいいの見つからないね。そうだな、俺は園田春人、高校2年生。今はプレゼントを買いに来ている。と言っても俺の隣を歩いているのは彼女ではない、双子の妹の美春だ。男女の双子だからか俺と美春は全然似てない。小学生の時も。え、あなたたち双子なの？はい、そうだよ。なんて担任の先生に驚かれたこともあった。初対面だと双子と思われることはまずない。と言っても最近はこうして二人で出かけることも少ないんだけど、今は別々の高校に通ってるから制服のテイストも違うし、こうやって一緒に歩いてても双子だと思う人はいないだろうな。何ぼーっとしてるのよ。悪い悪い、父の日のプレゼント今日中に買わないと。この後私たちの予定が合わないんだから。はいはい、じゃあ次はあっちの店を見に。あ、ハルトくん。姫川。彼女は同じ高校に通う姫川ゆりえ、有名な姫川財閥のお嬢様で、そして俺が好きな人でもある。そちらの方は？俺たち似てないからバレないよな。彼女だけど。何言ってるの？頼む、話を合わせてくれ。なんで？姫川？坂井？はい、お嬢様。ハルト君をうちまでお連れして。はあ？かしこまりました。いや、ちょっと困ります、困りますってば。ごきげんよう。え、なんだったの？面白いことになりそう。でもお父さんのプレゼント買わなくちゃ。そんなわけで俺は姫川の執事の酒井さんに担がれ、彼女の家の車に連れ込まれたのだった。おい、どういうつもりだよ。何なんだよ、人の気も知らないで。俺が彼女姫川ゆりえと出会ったのは高校1年生の時だった。姫川は中学までは海外の学校に通っていた。社交界デビュー済みのお嬢様が一般の高校に馴染めるわけもなく、俺はクラスの中で浮いた存在になっていた彼女に声をかけずにはいられなかった。姫川ってさ、どこの国にいたの？イギリスに。寂しそうだったからという正義感、それから俺の知らない世界を知ってそうだという好奇心もあった。でも一番の理由は多分一目惚れだった。イギリスか。俺フィッシュ&チップス好きなんだ。サッカー観戦するときによく父さんと一緒に食べてて。私も。え、私もサッカー見るの好きなの。え、マジ？そんな風に話すようになった俺たちを見て、彼女を遠巻きにしていたクラスメートたちも恐る恐る話しかけるようになっていった。そんな彼女にほっとしながらも、他の人と親しくしている姿にちょっと焼いたりして、我ながら勝手だと思う。でも最近気がついてしまったんだ。住む世界の違う彼女と俺が友達以上の関係になれるわけがないってことに。そのことを意識してから俺は彼女に素っ気ない態度を取るようになっていた。うわ、すっごい豪邸。やっぱり住む世界が違うんだな。俺がそう再確認したというのに。ハルト君には今日から私と一緒に暮らしてもらいます。え？お嬢様。この突然の提案にいつも姫川と一緒にいる酒井さんもさすがに困惑していた。だって私ハルト君のことが。自分の勝手を他人に押し付けてはいけませんよ。でもだって。お嬢様、わかりました。え？ハルト様、さあこちらへどうぞ。ひ
お兄ちゃんまだ帰ってないの？あら、今日は二人で一緒に父の日のプレゼントを買いに行ったんじゃないの？そうなんだけど、あのすごい可愛い女の子とまだ一緒なのかな。っていうか、どうしてハルトは私は彼女だなんて言ったのかしら。はい、もしもし。でもそんな急にご迷惑なのでは？あ、いえ、こちらは特に用事があるわけでは。そうですか。ではよろしくお願いします。お母さんどうしたの？今ハルトのお友達のうちの方から電話があって、今日はあちらに泊めてもらうんですって。え？とてもじゃないけど、ハルトは乗り気って感じじゃなかったのに。っていうか、おじさんに担がれてたし、大丈夫なのかな、ハルト。はい、ハルトくん。ハルトくんの大好きなフィッシュ&チップス、いかがですか？おいしいけど。私のこと好きになりました？はぁ？はぁって、ひどい。では、次はお風呂です。おう。お風呂はもちろん、私が体を洗ってあげます。姫川？ほら、向こう向いてください。恥ずかしいわ。でも、ハルト君には彼女が、恋人がいるのになんて不思議な。はぁ？なんだなんだ？ひどいです、ハルト君。どうして、恋人がいると教えてくれなかったの？もしかして恋人ができたから最近私にそっけなかったのですか？ごめんな。いや、聞きたくない。はぁ、何なんだよ。あれじゃまるで姫川も俺のこと、いや、そうだとしても都庶民の俺なんかが姫川と付き合えるわけ？はい。失礼いたします、酒井さん。ハルト様のご自宅に勝手ながらご連絡させていただきました。そうですか。少しお話をさせていただいてもよろしいですか？はい。今回はお嬢様のわがままをおいさめできず申し訳ございませんでした。あ、いや、あれは姫川が。しかし、あえて言わせていただきますと、お嬢様がこんなわがままをおっしゃったのは初めてのことなんです。そうなんですか。でも確かに学校でも自分の意見を押し通すなタイプじゃないな。どちらかというと周りをよく見ているような。でもだったらどうしてこんなこと。お嬢様は実はご主人様の本当のお子様ではないのです。え？ユリエお嬢様のお父様は私どものご主人様のご学友でいらっしゃいました。でも事故に遭われてしまい、奇跡的に助かったユリエ様をお引き取りになったのです。そうだったんですか。はい、環境が変わって大変ご不安だったでしょうに、お嬢様はわがまま一つおっしゃいませんでした。そんな姿を見ていると、わがままを言ったら追い出されるかもと思っているのかもしれないと思わずにはいられませんでした。本当の家族と死別してたなんて、学校に馴染めなかった頃は本当に辛かっただろうな。だから今になってこんなわがままを。さあ、そこまでは。ただこんな監禁まがいのことをしてしまっておられますが、ハルト様を大切に思っていらっしゃるのはおそばにいる私が保証いたします。え、姫川が俺を？でも俺なんかじゃ彼女を幸せには。まだ帰ってこないってどういうこと？明日学校だよ。お友達の家にいるんだから大丈夫よ。なんだかんだ言って美晴は春とか大好きだよな。そんなんじゃない。お父さんとお母さんは春とが車に乗せられた時の様子を見てないからそんな悠長にしてられるのよ。それに私にはわかるの、ハルトが今悲しんでいるのが。私たちは生まれた時から一緒だった。だから相手が悲しい時は不思議と分かってしまうの。
ハルト、何があったの？よし、こうなったら私はハルトと同じ高校に通っている友人に電話をかけて、姫川さんの番号を教えてもらい、彼女に電話をかけた。もしもし？え、ハルトくん？え？ああ、そうか。私たち、見た目は全く似ていない私たちだけど、実は声はかなり似ている。ハルトは声変わりしてもあまり声が低くならず、私は女の子にしてはちょっと低めの声なのだ。お父さんやお母さんでも電話だとどっちかわからないみたいだし、姫川さんもきっと間違えてるのね。よくも閉じ込めてくれたな。どうして？ハルト君のスマホはここに。自分で抜け出したんだ。今は妹のスマホからかけてる。そんな。っていうか、姫川って俺のことを好きなの？え？姫川の事情は分かりました。でも明日は月曜日だし、家に帰らないと。かしこまりました。ご自宅までお送りいたします。その前にお嬢様に一度お会いいただけますか？はい。姫川、彼女の部屋の外から声をかけようとした俺は、中から聞こえた彼女の声に驚いた。好きよ、ハルト君のことが好き。え、姫川が俺のことを？っていうか誰と話してるんだ？もしかしてご両親に？学校になかなか馴染めなかった私に優しくしてくれて、でも特別扱いはしなくてすごく嬉しかった。そんな風に思ってくれてたのか。姫川がそこまで言ってくれたんだ。俺もちゃんと答えなくちゃ。姫川、俺も君が好きだ。あれ、誰もいない？ああ、電話だったのか。姫川、俺。恋人がいるのにそんなことを言うなんて見損ないました。っていうか、あなたは誰です？え？え？本当に双子？そうです。似てないけどな。でも声はそっくり。あ、さっきはごめんね。とんでもない。私こそとんでもない思い違いを。そもそもハルトがあんな嘘つくからこんなことになったのよ。だってよ、そうでも言わないと姫川のことを諦められそうになくて。どうして諦めてしまおうと思ったのですか？だって土庶民の俺とは住む世界が違うだろ。でも姫川の言葉を聞いて俺も覚悟を決めたんだ。俺は姫川がいない世界なんて耐えられない。俺と付き合ってください。ハルト君。はい、私もハルト君と一緒にいたいです。いやー、少女漫画みたい。お嬢様。え？マジ？超おめでとうじゃん。あー、今日のお仕事終わったらお祝いしようね、ユリエッチ。お父様、お母様。なんか思ってた感じと違うね。ああ、でもよかった。心配かけて悪かったな。本当だよ、ハルトが悲しいと私まで悲しくなっちゃうんだから、ずっとハッピーでいてよね。あ、ありがとう、ミハル。こうして俺たちは付き合い始めた。ちょっとした価値観の違いなんかはあるものの、それすらも俺は楽しいと感じている。ハルト君、あれ？ん？あれは、ミハル？誰だ？うちのミハルと腕を組んでるのは。ハルト君、落ち着いて。やっぱりこの双子、本当は似てるのかもしれませんわ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。